日大サム10月19日から1984年1月16日は、日本の物理科学者、東京都文京区小石川生まれ、大阪大学名誉教授、関西学院大学名誉教授、1923年3月、東京帝国大学理学部科学科を卒業、直ちに理科学研究所に入り、西川正春博士の研究室で決勝による、 X 線解説の研究を始めた。当時は X 線解説は純粋に物理学の領域であったが、西川は新田に有機化合物に X 線解説の方法を応用してみることを進めた。これが後に日本で結晶化学の大きな分野を開く端緒となった。西川はどんな有機化合物が適当かは日田が自分で決めるように指示した。今から見れば、 極めて幼稚な X 線解析の方法しかなかった1920年代に何ができるかについてニッタが悩んだ末に選んだのがヨードホルムの結晶だった。有機化学における最も基本的な概念は炭素の原子化が4化であることである。つまり炭素原子が他の原子と化学結合するとき4本の手を出し、それによって 隣の原子と結ばれて有機化合物の分子が出来上がる。この4本の種が空間でどの方向を向いているかについては、1874年にオランダの科学者ファント・ホフフが4面体説を提唱した。すなわち炭素原子を正4面体の中心に置いた時4本の結合は正4面体の4個の頂点の方向に向くというものである。これは 光学異性体の存在を説明するために考えられた結論であったが仮説に過ぎなかったのである。いわば有機化学の全体がこの仮説の上に築かれていたわけである。ニッタが取り組んだのはこの正四面体構造の仮説を実験によって証明できないかという問題であった。そのためなるべく簡単な有機化合物で当時の X 線解説の技術で取り組めるような 物質として選んだのがヨードホルムであった。この物質については3つの要素原子が正三角形の頂点にいることが分かったので、もし炭素と水素の原子がその三角形の中心の上にあれば四面体モデルと合致することが分かったが、炭素原子などの位置を決めるところまでは当時の技術ではできず完全な証明には至らなかった。ペンタイレスリトールの結晶内原子配列。 斜線の影をつけたのが炭素原子で、図の中心にある炭素原子と結合する4個の炭素原子が中心から、見て、正四面体の頂点の方向にあるので、炭素原子の正四面体系の原子化が証明された。そこで次に選んだのは、容易に入手でき、室温で安定なペンタイリスリトールであった。これは炭素原子が中心にあって、4個の CH2O。 エッジグループがそれについている。その付き方がファントホフの仮説の通りかどうかを調べようというわけである。この物質についてはマークとワイセンベルクがすでに同じ狙いで X 線解説の研究を行い、ファントホフの仮説とは違う四角錐構造を結論していた。つまり分子はピラミッド型で頂上に炭素原子があり、底辺の正方形の四隅が 隣の炭素原子という構造である。不審に思ったニッタは自分で作った結晶をラウェ法で X 線解説の実験をした。その結果、マークらの結論は誤っていると判断し、さらに詳しく自分の解説データを検討した結果、四面体構造の対称性も許されることがわかり、ファンとホフフの仮説は否定されていないと結論した。 ナオコの問題についての最終的な決着は、1937年のもっと完全な解説実験による解析を待たなければならなかったが、1927年に理研のブン報告に掲載された、ニッタのこの画期的な論文に対して、マークはそれに反論する論文を発表したが、最終的には、ニッタの結論が正しいことを認めた。ニッタとマークの長い友人としての交流の、 始まりであった。小さな分子だけでなく、タンパク質、核酸、酵素などの生物体を構成する巨大分子の構造、反応、生理活性などの理論と実験が、すべて炭素原子の性四面体原子化を基礎としている、ことを思えば、ニッタの業績の意義は、極めて大きいと言わなければならない。ニッタは1928年から3年弱の、期間フランス、オランダ、 ドイツへ留学したが、この留学はその後の研究と教育のために、広く深い充電の期間となった。当時欧州の物理学会では、アービン・シュレーディンガーによる、量子力学の発展にはき返っていた。その中で、ニッタはシュレーディンガーをはじめ、ハイゼンベルグ、ボーアデバイ、ブラック、パウリ、エイボールド、アベールなど、早々たる第一線の研究者の講演を聞き、 セミナーに参加し、あるいは面識を持ったことから大きな刺激を受けた。留学期間中、X 線スペクトルや X 線のラマン効果などの実験的な研究も行ったが、同時に有機化学から出発して、X 線結晶学へ進んだ経歴に鑑みて、物理学的な基礎を固めることに力を注いだ。それが後年の大きな発展をもたらしたことは明らかである。 帰国後間もなく、大阪に帝国大学を作ろうという声が、関西経済界を中心として起こり、小型公安総士の敵塾の伝統を継ぐ、府立大阪医大を医学部とし、理学部を新設して、この2学部による大阪帝大設立の準備が始まり、1932年、新田は創立委員になった。利権からは他に、小竹無事を、菊池聖氏が参加した。 1933年4月第1回の学生が入学し、ニッタは物理科学第一講座担当の教授として、量子力学、熱力学、統計力学を基礎とする物理科学の講義を行った。ニッタ自身この講義の原稿を作るのは何事業だったと10回しているが、これ以降理学部科学科の1年生はいきなり、シュレーディンガー方程式が出てくるニッタの講義で、 悩まされることになる。半大理学部教授室にて、半大理学部は、当初、数学、物理学、科学の三学科でスタートした。初代、長岡半太郎総長の方針で、若手の春秋を集めた未来志向型の学部だった。三学科が同じ建物に同居していることも、特色の一つで、三学科のいわば、異業種交流は、非常にうまく機能した。 日田は研究室の設立当初から結晶科学の構想を描き結晶が関与する科学反応構造研究構造に基づく物性研究を目指した反応については最近になってトンネル分光法や原子間力顕微鏡などの最先端研究法が普及して本格的な研究ができるようになったが当初は X 線解説による 構造研究を主力とし、電気、磁気的性質、熱的性質の研究を重とした。物性研究が軌道に乗るにつれて、X 線解説との連携の歯車がうまく回るようになり、単なる静止構造の研究にとどまらず、相転移現象、結晶内の分子運動と乱れ、X 線3万三段へと研究の範囲も急速に拡大した。新田の研究に対する、 基本的な考え方は、研究課題の選択の仕方に如実に現れている。つまりある、研究課題を取り上げるとき、その研究を成功させたら、自然について、我々の理解はどれだけ深まるのか、それによって、科学は本当に進歩するかということが、判断基準であった。またそのような研究課題を発掘して取り上げた。学生に卒業論文のテーマを与えるときでも、 この原則を曲げなかった。学生の理解を超えることがしばしばだったが、ニッタは独り言のようにその研究の意義を解いた。ニッタの研究はその時々の最先端を行くものであった。X 線解説だけに限っても最高の精度の測定をし、その実験結果から導き出せる限りの情報を分析して結論を得る。したがって、 その成果は当然前人未踏のものであるが、いざ論文として発表するときは極めて慎重で、である、と言ってもいいのにと弟子が思っても、と考えられる、となってしまうことがしばしばあった。日田に自信がなかったのではなく、テーマが意欲的であればあるほど、結論には謙虚さが目立った。日田の研究業績の主なものとしては、次のようなものがある。 理研で有機化合物の X 線解説を西川から進められて始めたことは前述したが、その時選んだテーマは有機化学の基本的なファンとホッフの仮説を実験によって証明しようというものだった。当時はペンタエリスリトール結晶の X 線解説からこの結晶の構造の全貌を知ることは技術的にできない相談だったが、後に大阪大学で 水素原子以外のすべての原子の位置座標を決定することができ、炭素原子の原子化が正四面体の頂点の方向に結合の手を伸ばした形であることを見える形で示した。この研究は有機化学の基礎を固めたという意味で、今から振り返っても最大の業績である。もう一つの野心的な研究は構造未知の有機化合物の構造を X 線解説法だけで決められないかという問題であった。有機化合物は普通いろいろな試薬と反応を使い、時には紫外線、可視光線、赤外線の吸収などを測定して、推論で原子のつながり方を求める。これに対して、もし X 線解説の方法だけで分子の構造が決定できれば、単に原子のつながりがわかるだけでなく、立体的な形とともに、 原子間の距離や結合と結合の間の角度まで求めることができる。もしこれが実現すれば、有機化学の研究手段が一つ増えるというだけでなく、有機化学の研究のかなりの部分が画期的に変貌する可能性がある。現在は構造決定の方法として、質量分析や核磁気共鳴など有力な方法がのきを揃えて見せ開きしているが、 ニッタがこんな途方もない問題に取り組もうとした1950年頃には、これらの方法はまだ簡単に使える状態にはなかった。ニッタが目をつけたのは1953年に、まくりから管理された解任さんだった。これは c 1 h 1 5 4の蘇生の懐中駆除薬で、構造が分かれば合成でき、薬学への X 線結晶学からの貢献として、 大きなものが期待された。有機化合物としては、比較的小さな分子であるが、X 線解析の立場からはかなり大きな分子に属する。しかも、C、N、O という電子数が近い原子を区別するのはかなり難しいことも予想された。そこで、予備的に解任さんの亜鉛ン塩と取り組んだ。これは、亜鉛原子は、 X 線を散乱する能力が強いので、これを目印に使う目的である。カルボキシルマイナスの部分の構造はすでに多数のカルボン酸塩について蓄積があった。ところが、日田研究室でこの研究が進行している間に、有機化学的な方法で構造決定が先に完了してしまったので、未知構造への挑戦とはならなかったが、後には塩塩でなく、 解任さんそのものについていった、X 線解析の結果も含めて、勇気科学的な構造を裏付けることができた。勇気科学的にも、未知の構造への再挑戦は、新田が関西学院大学へ移った後、名古屋大学の平田義正教授の研究室との共同研究の形で行われた。その対象となったのは、フグ毒成分であるテトロドトキシンであった。 これの構造決定を明大と関西学院大とで独立に行い、その結果を比較検討するという形で行われ、X 線解析で未知構造を解くという野心的な試みは成功理に終わり、両者別々の論文及び共同論文として発表された。平田研究室との共同研究はその後も続いた。熱物性、電磁気物性などと構造とのリンクについては、 結晶の相転移現象が適切な研究対象であった。相転移というのは結晶の温度を上げていくとある温度で構造が変化する現象で結晶の中で分子や原子岩の運動が激しくなるために起こるものと考えられる。したがって転移点を境にして X 線解説の様子が変わり同時に熱容量が激しく変化する。 各磁気共鳴の吸収線幅が転移に伴って狭くなることが多い。これらの物性の変化と構造の変化とを総合的に解析することによって、転移転よりも高温側で結晶としての状態を保ったまま、その中の分子が回転運動を始めるものが多数見つかった。このような場合、結晶でありながら柔らかく手で押さえると形が変わる。回転転移は、 たくさんの転移のタイプの一つであって、多くの研究が物性物理学の分野で行われるようになり、現在でも大きな研究課題である。日課が27年に及ぶ大阪大学理学部在職中に学部、大学院で研究室で卒業研究などで指導した学生は、総計102名に上る。学生転移がずっと少ない時代で、 半分は戦争中であったことを考えると、これは非常に多い。日田は来るものこままずの方針だったので、学生の他に全国から指導を受けに長期、短期に滞在する研究者の方が多い時もあって、研究室で30名以上が毎日実験をしていることも稀ではなかった。静かな時を選んで、夜間や正月に実験する人も多く、24時間。 営業の様相を提示した。その他、毎週火曜日に開かれる研究室のコロキュームに参加する近隣大学の教員もあって、研究室はいつも活気にあふれていた。新田は理学部長をはじめ学内外の養殖を務めた棒を、極めてもできる限り研究室での時間を確保するようにした。特に第二次世界大戦末期から戦後にかけての、 理学部長は大変な負担と緊張を強いられる職務であった。アメリカ空軍の爆撃によって、理学部の屋上にも焼夷弾が落ち、周囲の民家が消失するに至って、教育と研究を大阪の都心部で継続することを断念し、学生はすべて希望の研究室に配属させ、研究室単位で地方へ疎開することにした。 日田研究室は兵庫県日上群科の小村の村役場の隣の倉庫を借り、そこへ X 線発生器を持ち込んで研究の継続を図った。だが主に不安定な電力が原因で X 線が出せるようになったのは戦争が終わってからだった。日田は理学部長として大阪に留まった。占領軍のアメリカ人将校が理学部のサイクロトロン。 などでどんな原子核研究をしていたかなどを頻繁に調査に来るのに応対しながら、時に出される思いもよらない要求に戸惑っていた。朝鮮戦争を経て、日本が復興の軌道に乗るとともに、新田研究室の研究活動も次第に戦前の勢いを上回る発展を見せた。しかし新田は研究以外の活動に時間を取られることが多くなった。 もともと頼まれると断れない性格もあって仕事は増える一方だった。1949年1月に本学術会議が発足すると赤堀志郎教授と共に初代の会員となった。1939年以来学術会議の前身ともいえる学術研究会議の会員であったからこれは自然な成り行きということができる。兄弟と半対で協力して 関西に研究用の原子炉を作るために奔走した。小祐吉教授や兄弟の桜田一郎教授の影響もあって、天然の繊維や合成鉱分子の X 線による研究にも興味を持つようになり、結晶性鉱分子の構造研究やビニロンの吸湿性がなぜ高いかなど物質性に踏み込んだ研究も行った。その結果、鉱分子学会の関西支部の設立にも力を貸し、 初代の関西支部長になった。これには、クラレの友成99首都の進行も影響したと思われる。友成氏が温度をとって設立した放射線高分子研究協会の研究員としても参加した。新田は関西経済界に多くの知器を持ち、X 線解説が役に立ちそうな話を耳にすると進んで協力を買って出た。 ガス製造の時にできるコークスが割れやすくて困ると聞くと、それは構造の問題だろうと検討をつけて研究室へ持ち込んだ。大阪大学にタンパク質研究所を設立しようという要望が出ると、赤堀志郎教授と二人三脚で文部省と掛け合い、1958年実現にこぎつけた。頼まれると断れない性格と書いたが、 引き受けるとできる限りの力を注ぐので、忙しさは事情にも惨状にもなった。滅多にこぼすことを知らない日田だったが、三度目の理学部長はついに辞退することにした。さすがのエレファントの馬力も持たなくなったかと思われたが、実は第一高等学校の学生時代に柔道で耳を痛めていたため、次第に補聴器に頼ることが多くなっていた。今と違って、 ガラス真空管の増幅器の補聴器だから、性能はあまり良くなかったらしく、会議を主催するのが苦痛だと打ち明けるようになった。ところが定年が近くなった時、大仕事がやってくることになった。関西学院大学は、関西における私学のオスであるが、その創立70周年記念事業として、社会学部の創設に続き、理学部を開設することを決めて、 準備委員会を設けて検討していたが、1960年1月、日田に白羽の矢を建て、理学部創設の中心的役割を果たすよう依頼してきた。感学としては、初めての理科系学部である。日田は、半大理学部の創設に関わり、その後30年に近い期間、その運営に携わった経験から、理学部は各あるべきという自分なりのイメージができていた。 ところに持ち込まれた勧誘であったので、進んで引き受けることにした。物理学科と科学科の二学科だけの理学部であったが、卒業生の就職先のことを考え、また、学術の発展の方向をも考慮し、物理学科は物性物理を中心とし、科学科には生科学を含めた。新田は、その広く深い人脈をたどって、全国から老練若手の研究者を集め、 私学には珍しく教員、学生の人数費の大きな組織にした。官学経営人としては、最大限、日田の構想を受け入れた結果と考えられる。1961年4月には、第一期の学生を受け入れて発足した。上述の不具読の研究は、発足間もない理学部で行われたものであった。それから六年、百六十六年には、 文化勲章を授与されるという特筆すべきこともあったが、1967年4月には、漢学理学部に大学院博士課程も認可され、順調に発展した。同時に、日田は理学部創設以来務めていた、理学部長の職を人気満了で退き、定年までの1年間は、比較的平穏な生活を送ることができた。ちょうどそれは全国に、 いわゆる学園紛争の嵐が吹き始める年でもあった。定年後も関西学院の理事として運営にあたり、また大学院の非常勤講師として1983年10月、入院するまで学生との接触を続けた。1983年以来、半大に行った研究室卒業生の水野社長、水野健次郎からの寄付により、官学大学院、に行った奨学金が設けられた。 1983年以岸に侵され手術の回も、なく1984年1月16日、永明した。成居の前には、礼状の勧めもあって、洗礼を受けた。日田とは一切違いで19世紀の人間か20世紀、生まれかとよく言い合っていた、半大理学部の同僚、赤堀志郎は、日本の生科学のパイオニアの一人であったが、 1984年3月、日本学士委員の総会で、日田の追悼の辞を述べ、その中で、日田が好んで持ち出していた、に、丹の志郎の話を披露した。これは、日田志郎忠恒のことで、忠恒は、鎌倉時代、源頼朝が、富士で巻狩りをした時、暴れいの死が突進してきたのに、頼朝の近所が誰一人それを止められなかった。 ただつは勇猛にもイノシシにまたがって仕留めたという話である。そのニッタ郎ロウただつは私の先祖だとニッタは大柄な体をピンと伸ばして話した。確かにニッタの父は伊豆半島のニッタの出身だったからありそうなことであるが今となっては確かめる術もない。半大教授時代に秘書には会議室へ行くと言いながらたまたま近くにいるスタッフや学生を連れて玄関から 道路を横断してスタスタとコーヒーショップへ入っては、このような雑談をしながら、科学のこと、研究のことを論じるのが日課だった。半大教授の時代と、漢学教授の時代を通じて、日課のもとで卒業研究をした学生は、有に116名を超える。その人たちは卒業後は全国に広がって、各地の大学や様々な業種の企業で活躍した。 多くの大学の薬学部に X 線構造解析の目ができたし、薬品会社の研究所でも X 線解説を重要なツールとするところが増えた。大学で助教授以上になった人は少なくとも38人いる。それらの目は着実に育ち、ネズミさん的に増殖して全国に大きなニッタスクールの輪が形成された。これには X 線結晶学だけでなく、 結晶物性のグループも含まれるが、最大のグループは、X 線解説、中性子解説、中性子非弾性散乱で、現在第一線で活躍している X 線解析の研究者は元をたどると、新田研究室まで遡る人が非常に多い。これは、X 線解説の方法が、科学、物理、薬学、工学、生物学などの、 あらゆる分野で極めて強力な研究手段にまで進歩したことはもちろんであるが、新田の人脈の広さと雑誌、X 線の観光など普及のための活動が背景にあった。タンパク質など大きな生体分子の構造を解明するのに現在強力な武器として全国共同利用されているスプリングマイナス8の放射光施設を設立したのも卒業生である。 日田は初期には毎週のコロキュームの後研究室の全員を引き連れてビールを飲みに連れて行くこともあった。年末にはすき焼きの忘年会が定例行事であった。その場所が現在は立ち入りも制限されている半大の歴史的な施設である敵塾だった。小形公安の時代を忍び刀傷が残る柱を背にして食べるすき焼きは学生には強い印象を与えた。 新田研究室に在籍したことのある人々の親睦の会として明らか会が自然発生的に誕生し、初代会長には一門の最古さんである渡辺徳之助が就任した。渡辺は東京工業大学の前身である東京職工学校を卒業して理研に就職し、同じ時期に新田と理研にいて時期があった。新田が反対に移るとき渡辺から希望して、 三大で助手となった。それ以来、新田の部下として、同僚として、共同研究者として、終始新田を支えた。新田が多くの外部機関の役職をこなしながらも、研究室を国内、国外から見て、活発に保つことができたのには、渡辺の存在が極めて大きかった。新田は多くの機関の役職を務め、多くの著書を表した。 また数々の賞や賞を受けた。それらは資料として末尾にまとめた。ありがとうございます。